競馬秋華賞は3番人気のスタニングローズが優勝初の G1 制覇。2022年10月16日、競馬の G1 レース秋華賞は3番人気のスタニングローズが優勝し、初めての G1 制覇を果たしました。史上7頭目となる3歳品馬の参観を目指したスターズ・オン・バースは3着でした。今年で27回目を迎えた集華賞は、 兵庫県宝塚市にある阪神競馬場の芝2000メートルのコースで16頭が出走りして行われました。オークスで2着だったスタニングローズはスタート直後から先行し、最後の直線で先頭に立ちました。そして後続を振り切って2着に半馬審査の1分58秒6のタイムで優勝し、初めての GI 制覇を果たしました。 一方、ここまで大賀賞とオークスの二冠を達成している一番人気のスターズ・オイ・ガーツは最後の直線で後方から鋭い末足を見せましたが追い上げ届かず3着でした。また2着は2番人気のナミュールでした。払い戻し金は単勝が7番で570円。枠連が4対4で1040円。バレンが7番8番で990円。 馬単が7番8番で2430円。三連服が7番8番9番で1090円。三連単が7番8番9番で6900円。ワイドは7番8番が360円、7番9番が320円、8番9番が300円でした。